あの皆さんご紹介します。今日はお客で来ていただいてたんですが、引っ張り上げてしまいました。神奈川県の平塚の市会議員をしていらっしゃいます、江口智子さんです。どうもこんにちは。いろんなご紹介の仕方があるんですけれども、僕にとって非常に重要なことはこの間江口さんのポートレートを撮影させてもらったということ。ありがとう。大変嬉しく。女ばっかり撮ってんだよ。いやいや別にそんなつもりはないんですけど、男の人が応募してこないんですよね。男の人も撮られたくないわ、はい、でごめん。で江口さん、あれですかね、今2期目でしたっけ、3期目でしたっけ。3期目、はいはい。で平塚の市会議員の中では、会派とかはどういうふうになってるんですか。今無所属。私は議会内派閥というふうに言ってもいい会派がたくさんあるんですけど、私は一人でずっとやってます。江口さん面白いのは、江口さん実は女子美大の出身なんですよね。芸術家なんですもん、元々油絵を描いていたんですよね。で、あれのこと、乳がんのことをカムアウトしてるんだっけ、で、乳がんサバイバーなんですよね。で、2011年の地震の直後かなんかに、手術をされたのかな。だからもう3年頑張ってられましたね。で、乳がんサバイバーでありながら議員活動もちゃんとしておられるっていう、本当にいろんな話を聞けるんですが、ちょっと同じ政治家で特に公職にある方というのですいません、引っ張り上げてしまいました。ちょっと聞いていいですか。今平さんと話を聞いていたのはあれなんですよ。平さんは大井原発の稼働に再稼働に反対して民主党を離れた方で、政党ってもうほとんど何ていうかな、一種限界に来てるんじゃないのかなっていう話が出てきていたんですが、江口さんはあれなんですか、その一人で無所属で活動してられるっていうのは、そういうその政党に属さない、政党の縛りが嫌だからとか、そういう何か理由があるんですか。そうですね、私は27歳で議員になる前に、27歳で初めて議員をして、当時はあんまりそういう人はいなかったので、はい、選挙も比較的通りやすかったっていうところもあったと思うんですけど、それまでサラリーマンをやっていたので、はい、非常にその制約の多い週に売り上げいくら上げましょうっていうところで働いていたので、いろんな意味で制約が多かったんです。で、正々と政治家、政治的発言をしたいと思って、ある日そのプラカードとかいろんなの持ちながら街頭に立って選挙に立候補したので、せっかくなのに、せっかくに正々と言えるという立場に出ていったのに、正々と言えるというのはすらすらしく言えるっていう正々っていうことですか。そうですね、そうでは、そういう意味と、もう一つはいろんな人の目を気にして、例えば上司がこういうふうに言っているからこんなこと言ったらいかんなとか、はいはいはい、そんなことを気にしないで言えるというふうにしたかったので立候補したのに、またうるさいおじさんたちの目をいっぱい気にしながら、言いたいことも言えないだと、選挙に出た意味がないので、会社を辞めた意味もないので、その議会内派閥の会派に入ったり、政党に所属するっていう選択はしなかったんです。そういう市会議員のレベルでも、例えば民主党なり自民党に属すると縛りがきついんですか。そうですね、縛りは強いですよ。例えばどんなことでそれを感じました。特に感じるのは、地方議会の場合はあまり原発だとか、例えば集団的自衛権の問題とか、そういうことはあまり議論にならない、ところが、お金の絡む、具体的にはその開発の問題なんかについては、非常にそういうのは感じます。一人一人と話すと、あんなとこにあんな開発してもどうかと思うって言うんだけれども、一方その議会の控え室に帰って、たくさんの人と話しているうちに、やっぱ仕方ないよねっていうふうになる。つまりその党議とかその党での行動になると、反対してることに、いやは言ってるけど、集団になるとそれがひっくり返っちゃうってこと。ひっくり返りますね。じゃあ全くさっきと同じ話が出てきてるね。でも上さんね、一つあるのはね、首長と総理の関係は、2限と1限の違いがあるというのは、ご存知だと思うんだけど、つまり有権者が選ぶ首長の関係があるから、地方議会というのは2限制なんですね。首長と
議会とは別なんです、うんうんうん、国会の場合は第一与党が総理を出しますので、うんうんうん、総理とその議会の関係は一元的になるんですね、うんうん、でその違いがあるのが1点と、はいはい、もう一つは地方議会というのは政庁を持って法案を作らないですよね、うんうん、知事部局市長部局が作ったものを審査するという立場だから、なるほど、しかし国会の場合は議会が法律を作るんですよ、なるほど、なるほど、実際は官僚が作ってるけどね、うん、しかし法律を作るのでその法律を作ったり通したりあるいは法案の議論すること自体が議会の大きな仕事なので政党が必要になっちゃうんです、ちょっともうちょっと詳しく言ってもらえますか。つまりその議案の法案の審査をするから政党が必要だっていうそのロジックはよく分かる。例えば集団的自衛権の解釈改憲というのを今閣議決定だけでやろうとしてるけれども、うん、あれなどは本当は議会で法律で法律事項としてやるべきだろうと思いますね、うん、そうですよね、そうですよね、法律事項をひとたびすると、うん、集団的自衛権の解釈改憲は絶対やらせないというグループと、うんうん、そうでないグループを本当に1議席単位で競争しのぎを削るわけです。そういうことですね。でもしそれは国対なり議員運営委員会で、うん、1票でもね、1議席でもそれはやらせんっていうのは勝てば法案自体が出ないんです、うん、なるほどなるほど、なるほど、それぐらいのしのぎを削る戦いが法案の手前にあるんですね。なるほどね。で、地方議会の場合は、うん、その法案を議会自体が出しているという作り方にはなっていないから、なっていない、そういうことではなく一人一人が自由にね、うん、それについて私はこう思うということを言うということなんで、うん、骨のある力のある政治家は地方議会では私の印象は無所属の方がね、先生の方多いですよ。それまだ無所属議員が生きていくというか成り立っていく余地は地方議会の方がある、むしろ王道でしょう。うん、なるほどね。ただ国会で無所属というとそれは山本先生太郎くんみたいに質問はないわ、法案提出権はないわ、何もないんです。あ、そうか、法案提出権がないもん、ないです、うん、で叩かれるわ、もう大変だよ叩かれるつまりその何だろう、地方議会の方が自由にやれていいじゃんってということになるよね。だけど今の話だと江口さんでもやっぱり縛りはあってきついなって話だよね。私は そういう縛りのないところで、やることを選択しているので、そうは言ってもあの27歳で初めて出た時に無所属で一人でやりますって言ったらちょっとおかしいんじゃないのっていうような感じを周りの人は多分持って、で一人なのに会派名を作ったりしたらそれは名乗るべきじゃないっていうふうに議会運営委員会の中で決めたりですとか、まあ発言の機会も減らすっていうことはせっせとやります。なので、あの国会の中でその無所属の人が働きにくい環境は周りのその政党所属で自分もがんじがらめになっているのに、うん、なんであいつその言いたいこと言えるような環境を自分で作ってるんだ、生意気っていうような腹も実はあって、だんだんこう嫉妬とかやっかみの類ですね。やっかみだと思います、うん、言いたいこと言いたいんですよね、みんな本当は、うんうん、だけど言えない環境にあって、それはそのさっきの選挙の話とつながっていると思いますけど、うん、追い詰めていく環境を自分たちで作ってるっていうところは国会にもあるんじゃないかなという気は、地方からするとあのそんな風に見えて、実は国会でそういう形を取るとそれを真似してその地方議会でも、うん、あの人口の多い規模の町であればなおさら真似るので、似たようなあのコピペまではいきませんけれども、うん、似たような状況は作りつつあるなというふうに思います。うん、あれだよね、ずっとその、ね、前半の今西さんの話から流れとして来てるんですけどね、今のあるその政党っていうシステムそのものがもうその僕らの代表を出すその、なんていうのかな、代議制度として限界に来てるというか、おかしなことだなと思うんですよ。さっきの話聞いてると、ね、原発ってなんかもう危ない違うとかもう立ち行かんのちゃうのとかと自民党の議員でも話すると3分の1ぐらいそう思ってるっていう話が今西さんから出て、ね、平さんもそれに似た話をされるし、そうするとなぜそれが、我々がせっかく投票を投じた相手としてね実現してくれないんだろうっていうのは、まあ、多分その平さんのなぜ少数派に政治が動かされるのかという本にも書いてあるんですよね。結局何
何なんでしょう、今のやっぱりその政党という仕組みってもう限界に来てるっていうことなのかな、どう思います？そうです、だからその原敬さんが始めたというその政党政治の歴史の意義は何かが間違えてるとは私は思いませんがね、うん、制度疲労を起こしたんだと思います政党政治が、だから一旦休憩した方がいいんじゃないですか、うん、もしかするとね、うん、それでどういう制度疲労かというと、その政党というあの10人30人100人単位の議員集団にやっぱり利害関係が忍び込んでくるんですよね、で別にね議員集団がいや私はそういう利害があって別に利害があっちゃいかんと私は思いませんがね、それはこの国の将来や今の現状にとって良くないから断りますって言えばいいんですよ、それは言えないんです、言えない、だからそこがもう制度疲労なんですよ、言えないのはそれはやっぱり例えばその例えば原子力業界にお願いすれば賛成すれば票を持ってきてくれるとかお金持ってきてるとかそういうものに抵抗できないってことですか、あのそれはやっぱり政治家一人一人が怠けてるんだと思います、ね、お金をもらうとか票をもらうというのが大きなそういう、利害集団に固めてもらうと一発で電話一個ですからね、ファックス1枚だから、そうか、それがそのきっと山本太郎さんのように街頭立ってやっとられる方は、はいはい、それは100個200個1000個やるわけですよ、なるほど、ね、そういうことはあるんじゃないでしょうか、そこを怠けてるっていうことなのかになるでしょうね、怠けてるっていうか、だから一生懸命買ったことか変えようとしてるかとか属する属さないとかそれがまた自由な生き方とかいろんなことが関わってくるんじゃないのかな、おかちんだから、そうだね、平さんが提案するじゃあそれに代わる政党現在の政党に代わるようなそのもうちょっとマシな代案っていうのは何でしょうか、どうでしょう、あのねまず政党交付金とか助成金とか言われるものがありますよね、あれはやっぱりやめた方がいいと思いますね、つまり公費助成はやめろと、全くやめてしまう、大体もう政治家が10人ぐらい集まると必ず執行部っていうのができて、その執行部が一人頭3,000-4,000万入ってくるその皆さんの税金ですよ、お一人500円ぐらい払っておられるんだけど、それが分配金が億単位あるわけだから、10人でもね、そうするとそれを執行部が握ってしまうところから何かねバランスが崩れるような感じがありますね、つまりそのいわゆるなんていうのかな、政党にお金が集まるとそこになんていうか権力も集中して始めるわけですね、そういう現象ですよね、だからやっぱり元々の小沢一郎さんが当時それを導入された時の本意に戻ってね、政党助成金があるならもう個人献金も企業献金も取りませんと、政党はそれだけでやるのだって言うならそれは一つなんですよ、あるいはもう助成金を一切やっぱりもらうのやめたと、もう一度汗を流してあの献金を一人一人もらっていくということにするのか、どっちももらってるから、ここはやっぱ大きな問題ですね、だからそうかというとそのものすごく原始的というか政治家は個人営業者に戻るということですか、そこお金との関係はどうなのか、私ねでもね、さっきちょっと楽屋でも少し申し上げたけどね、例えば今日集まっておられる皆さんから平智之講演会って私はもうないですけれども、平智之講演会というのがあって年会費500円ですとワンコイン献金でどうぞお願いしますって言って、もし皆さんが払ってくださったらそこにも利害関係は始まるんですよ、なるほど、だから企業献金がダメで個人献金がいいというのもあまり正しい話ではないと思うんですね、個人であれ企業法人であれお金を預かったらそこにやっぱお返しをする話をするっていう利害関係起こるから、起こる、なんかそうだね、うがちんだってそうじゃん、だって投げ銭してもらったら投げ銭してもらった人には大事にするでしょ、します、ジャーナリストの世界だってそうだよね、じゃあみんなそうだよね、発言者もクリエイターだってなんだってそうだよね、どれも変わらない、まあ逆にあれだよね、お金を出した人の言うことに耳を傾けないのあるし、まあ人手なしで正直言ってそうそう、まあ、もしくは辞めちゃうか、だから、そのね、その関係を保たなく、だから例えば芸能事務所だったら辞めちゃうかとかね、だどっちかでしょ、だから忙しくて仕方がないけどね、あの今思いつきで思いつきっていうかつらつらっと思う、例えば集団的自衛権という問題に関して、政党じゃなくて会派があっていいかもしれません、会派と政党は全然違いますからね、ですから会派を編成していくと、あるいはその何だろう、命に関するね遺伝子や何やのさまざまな問題あるから、これについても非常に難しいんですよ、それを政党で縛ってるのが問題でしょ、民主党にも自民党にも共産党にも賛成反対それぞれいるんで、
それをその政党でガバッとこう賛成と反対に分けるっていうのは極めて非人間的ですよ。うん、なるほどね。問題ごと会派っていうのはいいんじゃないでしょうかね。問題ごと会派、ね、プロジェクトごとってことですよね。一周別の政党っていうのができるってことか。一回検討してもいいかもしれない。あ、新しい斬新被爆の問題はとか、このこう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 、例えば今回のその原子炉はこうだけど、この原子炉についてはとかね、うん、あ、まあ、あの大雑把に言うとね、そう、ここは動かしてもいいけど、ここはちょっとこれ古い炉じゃないとかね、うん、か食べ物はこれは、ね、その政党が制度疲労を起こしてるっていう話聞いてみると、要するに政党に金が集まってそれを議員に分配するというシステムが疲労を起こしてるとということとも読み替えられると思うんですよ。それはなんていうかな、金の回り方を変えろっていうことだと思うんです。結局のところ、多分それはあの地方議員でも同じところがあって、多分江口さんがやってられるのはそのまあなんていうのかな、インディーズ議員みたいなもんでしょ。要するにお金が直接江口さんの支持者から江口さんのところに行って、それをもとに江口さんは選挙活動を行って当選してっていうことを繰り返してられるわけですよね。多分そうじゃないの。江口さん、未婚？既婚です。既婚？はい。あ、で、分かるね。未婚、未婚、未婚の時に、いや、母じゃない。未婚の時に立候補して、今、既婚ですけど、あ、今のその、インディーズ議員はですね、実は地方議員はみんなインディーズ議員なんです。あ、地方ほとんど。共産党の方ぐらい、まあ、もしかしたら公明党の方もそうかもしれないけど、政党がバックアップして選挙の応援をする、神奈川の場合は神奈川ネットワーク運動とか、はいはいはい、生活苦楽が基盤になっているところとかいくつかあるんですけど、はいはいはい、そういうところ以外は大体みんなインディーズ議員が実は、無所属で立候補して、まあ、例えば地域の中で盆踊りとかも一生懸命やって、うん、で、地域の議員さんが引退したら、じゃあお前出たらとか言って言われて、うん、じゃあ出るかって言ったら、もう A さんっていう人が、うん、その A さんがもうインディーズとして地域の中で活躍して、うん、まあ、活躍ってもう日頃の地域活動を一生懸命やって、うんうん、でそこからその立候補すると、まあ、自民党の党員になる人もいますし、多くの人は直接的に党員になって、うん、党のバックアップを受けて選挙に出るわけではないんですね。そういうことか。はい。で、私が今非常にその平さんの話を聞いていて、自分の問題として非常にあの深く考えるところは、例えば500円もらっても、うん、政党助成金としてお金を大量にもらっても、うん、実はその束縛する関係っていうのは、うん、A さんと私、うん、例えば自民党と私、じゃあ私は自民党員ではありませんけれども、うんうんうん、ほとんど、問題の質は変わらないと。なるほど。で、束縛、はい、束縛する、お互い束縛する関係 になります。で、当然そのお金をもらっていればその人たちに対して恩返しをしたいと思う。なるほど。で、私はあの3回選挙をやっていて、実は 1回目は 2番に当選して、2回目と3回目がトップ当選で、3回目は自分はほとんど選挙やってないのに支援者の方が選挙をやってくれて、私は抗がん剤中だったので、薬漬けになっていて選挙カーも乗れない で無事に終えて、2回目3回目ともにトップ選当選だったんです。で、3人分ぐらいの票をあのいただいて、そういうことだよね、議席を得ているんですけれども、それはね、実はその振り返ってみて思うのは、まあ、地方議員の私の経験だけですけれども、選挙に当選するためには私は4種類しかないと思っていて、まあ、それはなんかいろんな人に言ってびっくりされるんですけど、あの一つは、まあ、利権絡みで公共工事を一生懸命、まあ、地元の中でも、うん、あの誘導して、なんとか方向運転さんの社長さんの顔とかも浮かべながら、あ、やっぱり道路工事も必要って深く思いながら、それを直接どうするわけではなくて、うん、そういう意見を自分の中に刷り込みながら活動する、はい、利権タイプと、はい、あとは労働組合に納めて出る人と、はいはい、でもう一つはあの
世襲の方がいるんです、地方議員の中で、はいはい、お父さんの票があって自分も当選するとかいうこともあります、はいはい、で私はその4番目のタイプだったんですけど、タガメ女、まあ、具体的にはですね第三非扶養家族になっている人たちの支援を受けて当選をするっていう、実は結構4パターンしかないんです。主婦層ってこと、それって主婦層ですね。あの、なんでかっていうと、平日昼間に時間を割いてくださる人って、まあ、例えばシングルマザーの人は四六時中働いて、まあ、忙しいですよね。そうですね。で、私あのレズビアンの人の選挙の応援もしたことあるんですけど、例えば名簿出してくださいって言っても同性愛者の人は名簿出してこないんですよね。まあ、そうですね、プライバル。であのシングルマザーの人は忙しいから、地域の中でそんなにお知り合いがいるわけではないので、うんうん、一番効果的に働きかけるのに素晴らしくいいのは、うん、あの地域の中で回覧板 もすぐに回して自治会の役員も引き受けて盆踊りも一生懸命出て、うんうんうん、PTA の役員も引き受けながらやってるっていう、まあ、その扶養で生活してる人たちなんですね。つまり自分の生活費を稼ぐために時間を使わなくてもいい人ってことだね。いい人たちなんですよ、ね、それ面白いよね。あの年金生活者と主婦層って共通してるのはそこだよね、はい、あの自分の主婦層と共通してるのは自分の生活費を稼ぐために時間を使わなくてもいいから、その時間をそういうコミュニティの活動に当てられるってことだよね。当てられます。あ、はい、でそれを批判してるわけではなくて、私はそこから、うん、生まれた、生まれて、10年以上議員をやっているの でそうすると、必ずこぼれ落ちる人たちっていうのがいて、あ、さっきのお互い精神を束縛し合う関係はイコールその人たちの、まあ、御用聞きをする側面もないわけではないので、はい、その、御用聞きグループから完全に抜け落ちてる層っていうのが、今だとシングルマザーなんか落ちるわけですね。まあ、完全に落ちますね。でそうするとそこのその政策っていうのは当然おろそかになるっていうことが起きているなというふうに思います。票にならない人たちの政策は実現しないということですね。つまり実現しないというか、ね、頭にないんです、なかなか。やっぱり視野からこぼれ落ちるって、こぼれ落ちますね。それは自分の PR のためにこぼれ落ちた人たちの支援を訴えるっていうことをするということはあるんですけれども、うん、はいはいはい、本気でそれをやるかっていうと、はいはいはい、実はその目の前にいるお世話になっている人とか、お世話になっている政党の要望とかにこうきちんと受けて答えるというのが、はい、あの直近の自分の選挙にもろに影響していくということがあります。保育制度を充実しろとかいう場合ですね、はいはい、主婦の人ってあんまりそれ必要ないよね。ところが今みんなパートに出るじゃないですか。あ、そういうことね、はい、あーパートも入ってくるんだ、はい、なるほどね。まあ都内の中心部と地方と違うからね、うん、っていう部分もあるんで、ちょっと平さんにちょっとこれお話してもらいましょうよ。この本とこの本の最後時間がもうすぐ最後あれしますから、あの、はい、質問も受け付けますので、うん、平さんのちょっとそうこの本のそう平さんのこの本とこの本の背景だったりとか、あのどうして作ったかっていう思いだったりとか、ちょっとあの聞きたかったなって今日思ったんですよね、はい、ありがとうございます、はい、あのまあ、金原発というのは私はこれはあの主義とか主張というよりは手続きとして書いています。で石油燃料とあの同じようにね、ウランだって枯渇燃料なんですよ。そうですね。でいつかは必ず私たちはその核分裂のエネルギーを使って発電するというのをやめなきゃいけなくなります、うん、そうするとまず一旦ドイツなどは 3.11 直後17機あったうち8機を即金原発しましたからね。本当ですね。もう廃炉措置命令を出したわけです、その手続きをあらかじめ法律にしとかなきゃいかんというのがこの中に書いてある、はい、この本の半分は法律なんです、うん、で実は私の明石書店ですよね。これも同じですね。はいはいはい。きっちり説明。いやいやいや、私も。明石書店、1600円プラス税ですが。いやいやいや、そこまで細かくなっていう。あの、それと、実はね、意外とね、あの大きなその重工長大の原子力メーカーに勤めている技術者は、これはやっぱり言えないんだけれども、うん、日本で、高度経済成長期に機械や物理を、化学、化学を勉強した人たちの多くは
放射能のコントロールは無理だよねって思ってますから、ね、うん、なるほどね。400万人いるんですよ、日本にエンジニアと国民、国勢調査で書く人はね。その膨大な数の多くの割合が原発は無理だと言ってる気持ちをここに代弁したつもりです。なるほど、ね、はい、それがこの本ね、うん、こっちです、うん、はい。だからこの本はそれ、これは学生時代からの私の思いだから。なるほど、本当ですね。で、うん、でこれはね、政治家になってみて国会で3年3ヶ月あるいはその国会に行くために頑張った1年の合計4年ぐらいの政治経験の中で気がついたことをこの中に書きました。やっぱり平さんっていうのは市民活動からやっぱ出てきたりと同じ。いや、市民活動ではないですね。もうどっちかって言ったらむしろ逆に言うと千葉さんに似ていて、メディアの方から。メディアの方から、なるほど、はいはいはい、うん、で、メディアの力強いねとか、ね、お金の力って強いねとか一般に思ってたけど、うん、政治の中に入ってみると、それはさっき江口さんもおっしゃったことにちょっと近いんだけどね、うん、利権団体というのはものすごい少数団体なんですよ。なるほど。というのは少数で分けた方が独り分の取り分けは大きくなりますよね。なるほど。国民1億人有権者全員が利権団体だとすると1億で割らなきゃいけない。なるほど。利権というのは少数団体なんです。そうか、そう、そうか、少数で割った方が取り分多いわけか。だから新規参入させないわけです。なるほど。それが規制です。なるほど。だから規制イコール少数団体利権イコール政治との密着になって、政治家は国会の議員会館に行ったら朝9時から晩終わるまでずっと必ず党の作業、国会の議員会や議会がある限り以外はこういう少数団体から陳情を受けるんですよ。なるほどね。そしてずっと聞くから見事な紙を英語の3枚5枚ものを見せられて、それが正しいと信じ込まされますから、うん、だから原発についても安全なんだと、これから福島の事故によってより安全になったって信じてる議員多分いるでしょう。本当だね、笑い事じゃないけど本当だよね。うん、本当に。放射能の人体影響は科学的には証明できないので、というところから1時間経つと放射能の人体影響がないと信じている議員がいるはずです。だって世代が高い人たちもいっぱいいるもんね。信じちゃう人だっていっぱいいるよね、議員の中には。それはだって人数も多いんだし、というか反論する知識を議員室のものは持ってないというか、そんなに我々と、いや、あんまり考えてないんじゃないかなと思う時もある。そう、あのレベルは一緒なんですよ。ですよね、うん、同じ。一緒であればそのより情報が来た方に説得されるというか傾いてしまうのはなんとなく分かるような気がする。そうですね。メディアからテレビをつけっぱなしにしてずっと流れてくる放送を信じてればそういうなるっていう主婦と同じでしょ、うん、まあそうだね、うん、簡単に言うとね、まあそうだ、うん、だから千葉さんもね、はい、官邸前、国会前で頑張られて、再稼働反対とやってきましたが、繰り返し、はい、繰り返し再稼働反対という声は議員に聞こえてる、はい、聞こえてる。ところがその壁の中ではね、そう、少数利権団体が見事になぜ原発を止めちゃいかんかとかね、そう、理屈の紙を延々と議員に耳元で言うから、うん、だから私はそこに切り込んでいかないといけないと思うんだ。だからそれもね、本当に聞きたかったの、なんで本当に民主党はね、あんなに失速したのかっていうのはすごい不思議だよね。あのね、失速したと言われるけど、うん、2012年の9月の16日というのが私にとって結構これも重要な日でね、うん、野田当時政権の閣議決定で、うん、30年代に原発をゼロって閣議決定したの覚えてられるでしょ、うん、でもその閣議決定文今でもネットに出てるから読んでみてください。30年代にゼロにするようにあらゆる政策資源を投入すると書いてあるだけで、うん、ゼロにするなんてドイツみたいなことは書いてないですからね。あ、頑張ってみる。しかも20年後のあやふやな約束、うん、その時政権にもいないじゃないですか、うん、なるほど。自分の政党があるかどうかもわからない先に伸ばして、なるほど、頑張ってみようと思うという閣議決定を、なるほど、どうして原発ゼロの約束だと思いますか。なるほど失速などせずずっと一貫してそうなんです。ああ、そうか、うん、つまり レトリックだったんだろう。レトリックですよ。そしてその頑張るって言った下にはですね、うん、高速増殖炉文書はこの後各種変換のための消滅研究のために使うんだって言ってるから、あれ文書再稼働の閣議決定ですか。ああ、なるほど。文書とかもういらないよね。なるほど。税金だよ、うちらの。そうです。もう本当ですよね。まさにこのさっきの今井さんの話でも文書の話は何回も出てくるってことだ。ほんと、うん、そうか、わかりました。もうね、うがち、再稼働のさ、この機会でさ、うん、もう平さんぐらいのさ、ね、うん、議員が来てくださって、元議員の、ごめんなさい、ありがとうございます、はい、来てくださってるので国会議員だったし、やっぱりいっぱい質問あると思うので、はい、平さんが答えられる範囲の中で、はい、ぶっちゃけな質問を
のぜひ皆さん、いや答えられないことも答えろっておっしゃってくださっていいだってロッカーだもんね、ロックだもんね東大の安富先生含めね、みんなねロックだよね、兄弟出身は上谷さんが主催してます、日経新聞で西多摩支局長してる大島と申します。大島さん、お疲れ様、上谷大学。はい、さっき上谷さんに質問と思ったんですけども、まあ、時間がなくて、で、今思うと大学さんと江口さんに聞いた方がいいかなというふうにも思いましたので、一つ二つあるんですけども、一つはですね、文字のことですけども、まあ、インターネットとかで見てますと、政府が文字にこだわるのは、これは日本がいずれ核武装をしたいからだというふうな意見がですね、あるんですけども、その辺って本当かどうかっていうのは政権におられた方にお聞きしたいというのが一つですね。あと、江口さんがちょうどね送られましたんで、そういうさっきおっしゃったですね、主婦とかね、そういう人の中で原発という話題っていうのはどのくらいみんな関心があるのかと。要は福島とかですね、あの辺の近辺は別にしまして、東京でいますとね、原発もういいじゃないっていうふうな、ね、意見がね、もう収束したんだしっていうふうなね意見が多いんですよね。でそれが本当かなと、特にそういう主婦とですね一緒に交流してる江口さんにはお聞きしたいなと。なるほど。ではお二方からそれぞれどうですか。はい。じゃあ、文字は確かに高速増殖炉ファストブリーダーなんで、その文字の存在イコールですね、燃やせば燃やすほど燃料のプルトニウムが増えるということを前提にする、そういう装置なんで、おっしゃる通りプルトニウムがどんどん増えていくと。ただね、日本はもうすでに9トン。それからフランスとイギリスに17トンずつプルトニウム分離非燃焼車持ってましてね、合計44トンあるんですよ、うん、で、これは起爆装置の開発によってね、 4キロで一発の、まあ、核弾頭が作れると言われてますので、これ1万発に相当するんです。ですからまず量的な問題としてもっとプルトニウムを作るんだっていうのはもう当たらないでしょうね、うん、必要ないと、うん、あと1個だけおっしゃるような、もしそういう人たちがいるとして、どうしても文字っていうのはですね、もし私たちが高速増殖炉をやめるということになれば、未消者分離済みのプルトニウムの存在が IAEA から保証査察されちゃって持ってかれちゃうんですね。だからそれを持っていかれないようにするために、まだガラス固化体すら作れていないですけれども、やるのだと言い続けたいっていう気持ちを持つというのは科学的にはありえません。ただそういう人がいますかと言われても私は分からないな。一点だけ最後にね、カーター当時この日本がこれをやる時の、あの人は原子力潜水艦の技師だったんですよ、原子炉のね。ですから非常に強く、アメリカがなぜ核燃料サイクルやめたかって言ったら、やっぱ元大統領がおられたからであってね、どうして日本にそういう科学技術に基づいた政治的決定がね起こってこないのかなと、菅さんには私はそこを期待したんですがね、私は信用してるし頑張ってると思うけど、菅さんまだできると思う。それはもう千葉さんがもっと応援しないと、そう私も思った。以上。じゃあ、そうです、じゃあ2問目は、先ほど少し長く話しました、みんな心配はしてると思います。特に首都圏の人はスーパーに行けば北関東の野菜が本当に多いので、そうですね、どれを買っていいのかっていうのは毎日の問題なんだと思うんです。で、だけれどもじゃあ自分はここから離れるかとか、自分は何をするべきかっていうところではたくさん迷いがあるだろうなっていうふうに思いますね。みんな関心はあると思います。当たり前だよ。私だって中学校3年生のシングルマザーのさ、15歳にもうすぐなる男の子一人でさ、
金稼ぎながらさ一生懸命頭とさ手とさねえねえ、うん、安定できてみんなファンの子たちは分かってるけど一生懸命朝からお弁当のさツイッターとかフェイスブックをやってさもう一生懸命食材選んでさ北海道からだったりとか取り寄せてこれは大丈夫だろうってここのだったら大丈夫だろうって一生懸命なものを選んでスーパーで買い出ししてるさ忙しい中でもやっぱりママって強いと思うんだな。うん、だってあれだもん、だってあれでしょ、うん、あの千葉さんだって中学生の母親なわけでしょ、中学3年生ね、中学3年生、うん、だからお弁当だからもう3年間作ってるけどだから311以降の中学生ですよ。なるほど、私立のね、まあ、こうそれでお弁当作ってそのお弁当の中の食材でもやっぱり一品一品気をつける、これが母親の気持ちなんだよ。うん、分かる。そのママたちで今日ちょっとやっぱりお母さんたちはあの少なかったっていうのは今日ね代々木公園でアースデイがやってるね、あそっちにみんな行ってんの。そうだからママたちがね今日ちょっと参加が少なかったっていうのはそこなんだけども、つまりあっちだったりとかまあ分散するの東京でイベントが、うん、だけどやっぱり許せないよね、うん、危ないってものは避けたい、リスクがあるってものは避けたい、これが母親の精神でありママの精神で母親って強いと思うんだな。うん、うん、どうやったって曲げないもん、自分の息子だったりとか自分の子供を守るためだったら絶対に放射能の問題だって原発の問題って曲げない、うん、あそうですね、お弁当の一品一品絶対気をつける、誰に誹謗中傷言われようと、そういう気持ちだよね。だから私は今日今西さんだったり平さんに会えたことすごく感謝してるし、これを胸にやっぱりますます活躍していきたい。そうだね、レゴちゃんあのまとめに入ってるんだけど、あごめんなさい、もうちょっとだけ会場からすいませんあのまとめに入ってなかったら、まとめに入ってなかったでしょうか、ごめんごめん、もうちょっともうちょっとまだあの10分ぐらいはいいかな、あのなんであすいませんすいません、あどうぞ。先ほどの福田ですけど、あの今もちょうど質問しようとしたことをレイさんが言ってくれたから、僕は長い間あの食品に関わってきた人間なんですね。であの表示レベルのなんていうんですか、改正があるたびにその現場でバタバタして、ね、経験がある人間で、今おっしゃったようにそのスーパーへ行くとね、あのまあご存知のように単品だと表示がいっぱい書かれてる、そこが加工品になると一切それがなくなる、キャリーオーバー、キャリーオーバーでなくなる。そうだ。で、タレさんに聞きたいのは、まあ、現場を離れておられるとしても、その食品衛生法上の問題からも、放射能のね、その含有量を、放射線量を表示するという流れを、考えている議員さんっているのかなという、僕はあの福島みずほさんとも近く、させてもらったんですけど、まあ、この辺の話もいつもしてるんですけどね、まあ、何せ社民党、少数派閥でございますね、派閥というか政党ですので、まあ、なかなか期待できないという部分もあるのと同時に、あの民主党にだってたくさんそういう思いを持っている方たちいると思うのね。今言ったようにお母さんのレベルで考える視点を持っている方たちたくさんいるし、エミさんのように地方自治体というかその地方の議会のレベルでもそういう声って絶対あるはずなんですね。でだからそれをこう集約していくような動きを、議員の皆様、の中にあるのかと同時に、レイさんやろうよ、何放射線量を表示するというね、うん、運動をやろうよ、やろうやろう、だから私もなんか動き始めた、もうつまりもうね、なんかどうそのデモもいいよ、もちろんで経産省広場テントももちろん OK、 経産省前も全部 OK、 何もかももちろん否定しない、だけど次のフェーズに入ってスーパーのところでお母さんたちが安全になんか買い物できる、例えば息子娘小さい授乳中だったら赤ちゃんたちのおっぱいに出てくるものに気をつけようよって、私なんかそっちの方になんかエネルギーをかけたくなったんだ、ね、僕自身も経産省前にいるのにも、あすみません、ちょっともう時間がないのでちょっとそろそろまとめてもらいます、あと2人待っておられて、あのもう4時で時間が終わってしまってるのでもうまとめていただきます、まとめます、まとめます、僕自身も、こう思ってます、テントにいるのにもかかわらず企業行動にあまり行かなくなった、それはねやっぱり声を上げてることは大事だけど、上げるだけではなくてもう少しそういう今言ったような具体的な行動をねみんなで作っていきたいという思いがありますので、本当そう思う、私も左も右も関係なく
ありがとうございます。みんなで、すいません、ちょっとまとめてください。もう時間がないので、はい、次の人が待ってるので、はい、お願いします。じゃあ次の方に、はい、はい、西村と申します、はい、こんにちは。先ほど平先生の話を聞いててちょっと気になった点なんですけれども、事故が起こった時に与党にいながら情報が回ってこないというふうに言われていました。で、今話されている食品の放射線の表示も含めて情報がいかに伝わるかっていうのは非常に大事だと思うんですけれども、こういう中で秘密保護法っていうのがもう今度施行されるっていうふうな状況になってきてはいるんですけれども、そういうのについては、私たち国民がどのようにそういったその福島のことを忘れないようにするためにも情報に接するのかっていうのは大事だと思ってるんですよ。で、そういう中で、平先生自身、今の保護法に対するお気持ちと今後我々がどうしていくべきかっていうのを、簡単に示していただけると助かります。原発の事故があった時には秘密保護法、特定秘密保護はなかったんですよ。だから全部秘密にされたんです。そこの副作用もちょっと一緒に考えませんか。つまりね、特定秘密とは何かって決めるっていうのはもし使い方間違うと恐ろしい、それこそ治安維持法みたいになってしまうけれども、しかし同時に3.11 の時の情報ハンドリングされて与党議員でさえ何も触れられなかった時の恐ろしさは今でも染みついてますからね。この際秘密を保護するという法律はない国ありませんのでね。そうすると怒られるかもしれないけど、政権をもう一回きちんとレジムチェンジして、ガバメントチェンジして、法律の特定秘密についてどれを秘密にするのかが国民の手に委ねられるようにすると、それ以外秘密にしちゃいかんよっていうふうに作る方が私は 3.11 の体験から正しいような気がしてる。なるほど。毒を持って毒を捨ててばいいですね。それだ、全部黒塗りですからね。法律がないから全部隠すんです。なるほど、なるほど。これは恐ろしい。つまり要するにそういう特定秘密にできる範囲を法律で決めてしまえば、逆にそれ以外は開示せざるを得なくなるんじゃないかということですか。隠す理由はないです、ね、なるほど、ね、その機密を何にするのかという決定権が誰にあるのかって重要だよね。だからね、そこを民主主義にどう持っていくかっていうのを相当工夫しなきゃいけないんですね。例えばさっき放射能の、キロベクレルの話をされたけれども、それゲルマニウムで測るのかシンチレーションで測るのか ND のレベルが全部違うから、測るっていうのを誰が公的に担保できるかって多分無理なんですね。ですから私がせいぜい言えるのは10ベクレル以下なら安全だっていうその基準を外した方がいいと思います。1ベクレルだって危ないものは危ないと、その上でどれだけ取らないようにするかっていうふうに政策の本筋を変えていくんです。なるほど。あとは千葉さんをはじめね、ご自身もはじめ民間で、あるいはスーパーの方でもいいけれども測るということを自らの力でやるということのネットワークが広がる方が本当かもしれない。なるほど、ね、草の根だよね。から発信していくっていうのが大事だっていう、そうだね、そうだね。ただ10ベクレル以下なら大丈夫なんていうのを許しちゃいかんと思います。わかりました。ありがとうございます。それを言えばあるでしょう。あとお一人いらっしゃいました。情報は公開法とついでしょ。情報公開法とついでしょ。すいません、ちょっといいですか。あとまだ2時間やりますよ。雑談でお願いします。会場はもう時間が切れてますので、まだ発言してらっしゃらない方からすいません。ちょっと難しいことはよくわからない一人の娘の母なんですけれども、やはり地震があった時がですね、私授乳期でして、でその時に情報はすごい錯乱、もう全くどうすればいいのかわからない。そして、月曜日の日に主人は仕事に行かなければいけないから、地震があった日は、帰宅難民という形でして、でそれでもなんとか帰ってきたのが日曜日、そして月曜日の日はまた会社に行く、そういう中で余震がすごかったので、友人宅に身を寄せてたんですね。その時に福島原発の爆発する瞬間をテレビでぼっと見てたんです。何が起こったのかわからない。またそのテレビの現場の専門家の先生もすごい、これは大変なことが起こったんだろうけれども、言葉をもう
なくしてしまっているような状況だったんですね。で、私ももうこれから先何が起こるかも全然全く分からなかったし、とにかく、そのことに関してはしばらくわけが分からない状態でした。で、そのうち水に来て、で、母乳に響く、また、ミルクで育ててる人はその水がない、そういったことがあって、もうそこから先はママ友と言って、お母さんたちとみんなでこういろいろ情報をやりくりして、でどこに行ってももう水は売り切れている状態で、そんな状況で、あの、何とかこうミルクをあげる人に優先的に送ってあげようとか、あとは地方からも大阪からもいろいろあちらこちらから、あの、水をこうやって送ってくれたりとかして、なんとか日本が一つになってすごく助かった。それを教えてくれたのも、まあ、福島だったんですね。で、私今、船橋に住んでおりまして、アンデルセン公園という公園があるんです。で、その公園でですね、いつも子どもたちは楽しく遊んでいるんですが、ある時お母さんが、一母親が、会員のその線量を測る機械で測ったガー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 、それで測ったところ、アンデルセン公園でも線量が高いと、それをあのまた市に伝えて、それで測っていくらぐらいでした？千葉県は高いから、うん、ごめんなさい、ちょっとその辺は松戸、柏、船橋あたり近い、高いから、いくらぐらいだろう、多分 0.5 から、いや、ごめん、0.5 って、ごめんなさい、私今ちょっと前かって言ってちょっとなんとかはっきり今言えないんですけれども、そこを子どもたちは行き来して遊んでいたんですね。で、後になってなんだかすごく後悔して、すごい辛い思いをしたんです。放射線は目に見えない、匂いもしない、何も感じない、後になって出てくる、それがすごく怖いねという話はその当時出てたんです。ただ今現在、あの、どこかに避難するとか、そういった疎開するとか、そういったことももう今お母さんたちの間の話では持ち上がってきてはいません。なぜならやっぱり社会の仕組み、夫がいる場所から離れられない、そういったことなどがあるので、どうしてもそういったことができない。でも今実際本当にどうなってるかということは全く分かんないし、お母さんたちの間の話はどちらかというと禁句な感じなんですね。何かこれからどうすればいいか、何をどうするのじゃなくて、どうすればいいかという提案を、あの、先生方にしていただくとすごく助かるなと思うんですね。結局は、あの、そのお母さんたちの心を動かすためにはどうすればいいのか、そういったこととかも、あの、やっぱりちょっとこれから先引導して引っ張っていっていただけるとすごく助かるなと思うんですね。ママの気持ちってこういう気持ちなんだよ、不安なんだ、わかるな。江口さんから聞いていいですかね、それは。なんかなんとなく一番立場的に近いような気がするんだけど、どうすればいいと思う？いや、どうしたらいいんだろうなっていつも悩んでますね。禁句だって言います、みんな。あの、学校給食が心配だっていうことを言いづらい。なんで言いづらいんだろう。なんでしょう、お母さんたちはみんな、子供たちいつも笑顔で楽しく、何が怖いとかそういったことをまず今は楽しんでほしい。そう、ごめんなさい、僕は逆にその福島から必死の思いで避難してる人たちの家族を、いっぱい取材してるんですね。で、父親は全く仕事のないところに、例えば山形とか新潟に逃げているし、母親はストレスで切れそうなんですね。でも子供のためだからって3年ぐらい我慢して、血を吐きながら避難を続けているんだけれども、逆にその話を聞くと不思議なんですよ。なぜ同じ